ミッドナイトクラブ、ロサンゼルスは、ロックスターサンディエゴが制作し、ロックスターゲームスが販売する、オープンワールド型レースゲームである。通称、マクル。同社の有名、レースゲームミッドナイトクラブシリーズの第4作目。シリーズ最後の作品でもある。今作は、ゲームをスタートすると、すぐにフリーランになる。 前作までのようなモードを選択画面はなくなっており、フリーラン中にスタートボタンを押して、ポーズメニューから、アーケードモードや、コースエディットモード、オンラインモードなどを選ぶ方式になっている。ここでは、ポーズメニューから選べるいくつかのモードを紹介する。PSP 版では、先行を出しているところにパッシングすると、レースが始まる。たまに、ライバルカーにパッシングすると、スタートラインまで、 ライバルカーと走り、そこからスタートするパターンもある。レップがもらえる。なお、ポーズして、視点移動すると、フォトモードになり、撮影した写真をアルバムとして、保存可能。レース後にはリプレイもある。リプレイ中に、視点移動することもできる。今回 PS3 および、Xbox 360ではロサンゼルスのみであるが、マップは、 ミッドナイトクラブにより広くなっており、規模が縮小されているが、街並みもより実在のものと近くなった。実在の建築物や有名観光施設が多数、登場する。天使のマリア大聖堂、ステープルズセンター LA リミックスでは、2で、初登場した、唯一のアジア圏コースである東京も含まれ、ある程度ロサンゼルスのストーリーを進めると出現する。 東京編でのオリジナルキャラクターが登場する、ストーリーをプレイすることができる。今回は、車ごとに、チューナー、マッスル、ラグジュアリー、エキゾチック、バイクに区分されている。DLC、サウスセントラルでは、ローライダー、SUV が追加された。コックピット視点では、油圧系、ターボのブーストメーター、走行距離計が、ちゃんと動作したり、デジタル時計に、 ゲーム内時刻が表示されたりと細かいギミックに飛んでいるが PSP 版ではコックピット視点が存在しないあるのはバンパーアクション中距離遠距離近距離でボタンと L ボタンで変更可能クラクションも可能停車中に明動させると手でホームボタンを押しキャラクターの表情も険しくなるコンバーチブルでは屋根の開閉などもできるまた ヘッドライトボタンを押し続けて、ハイビームの状態を保つことができる。アンロックされていない自動車、バイクでも試乗が可能である。カッコ内は日本語版でのカテゴリー。和製スポーツカー、小型乗用車のホットモデルをはじめとする、改造前提の車が多い。コーナリング性能よりのバランス型。上述通りゴルフジテ、白っ子、240SX は、最初に支給され。 自由に選べる。ただし、至急時点では、バンパーやボンネットが、カニパーツになっていたり、安価なスチールホイールが装着されていたりと見た目が、非常に悪い。ここで選べる 240SX や、LAPD よびエローキャブのインパラ、その他一般車の一部に装備される、スチールホイールは、後から購入できない。大排気量の V 型8気筒エンジンを搭載した。 往年のアメ車が多い。コーナリング性能を捨て、最高速度も多少犠牲になりつつ、加速に徹した車が多い。直線では、その出力をフル活用し、コーナーでは、キックダウンを使いつつ、テールスライドさせながら曲げていく走りとなる。一定条件を満たすともらえる、ダブエディション車4台のうち2台が、本カテゴリーに当たる。欧州及びアメリカの高級車。 ゴージャスな内装と上品なエクステリアデザインが特徴。最高速はそれなりに伸びるが、加速は若干鈍く、コーナリング性能はマッスルカーと並んでかなり悪い。欧州のスーパーカーが多い。快音を放つ高出力なエンジンと流線型の車体が特徴。サリン S7 はゲーム中最高額を誇る。アウディ R8 は ロックスターゲームズソーシャルクラブで全条件を満たすと変える。DLC、サウスセントラルより追加されたカテゴリー。DLC、サウスセントラルより追加されたカテゴリー。車重の重さや重心の高さなど、あまりスポーツ走行には向いていない車種のため、走りよりもドレスアップを楽しむカテゴリーと言える。オートバイでストリートレースができるのは本シリーズの特徴である。 本作では4台収録。オートバイの持つ高い機動力で街中の走行に最も適している。大クラッシュ時は点灯する。ウィリー中に傾けすぎた場合も点灯することがある。主に架空の一般車を除く実在する車種のみを、記載ガレージでは購入した車を持ち金で改造できる。なお、ある条件を満たすと無料で改造できるようになる。 単なる、エアロセットがほとんどであるが、三浦に装着すると、イオタ風の外観に、ボス300にマスタングに装着すると、シェルビーマスタング GT500 風の外観になるなど、兄弟車や、実在のボディキットの再現などもある。ドア選択後、ドアが閉まる前にサイドスカートを選択すると、ドアが開いたまま固定されるバグがある。そのままレースや、 オンラインクルーズにも参加できたり、フォトモードで撮影も行える。もう一度ドア選択を行うと元に戻る。それぞれ最初に1000ドル支払うと、その車の塗装やバイナルの調布が自由に行えるようになる。前述の車の改造同様、ある条件を満たすと無料で、塗装やバイナルの調布が可能になる。オンラインでは、 自分の改造した車を出品し評価してもらうことができる。エアサスペンションを装着してホッピングアクションを行えるようにする。ドライビングテスト項目の1、3をクリアするか DLC 導入でアンロックされる。また停車中のみ停車口になるエアバッグも使用可能。ゲームを進めると使用可能になる。使用すると一定時間その恩恵を受けることができる。 多く使用するほど使用した機能のレベルが上がり、スタンバイ可能数が最大3個まで増える。本シリーズ全てにおいて車体がダメージを受ける概念が存在する。簡易修理と完全修理がありに行える。修理が終わると修理器具の動作音とともにダメージが消える。完全修理では元通りになるが、 簡易修理では型のみ直すためダメージの度合いにより傷が残ったり黒色の簡易パーツに変えられたりする。修理はどちらも無料。一度ガレージに戻っても修理せず出走することもできるがダメージメーターが点滅し警告音が鳴っている状態。前回後ガレージに戻った際は修理しないと出走できない。本シリーズ全てにおいて登場する警察は 本作でも登場する。警察のパトカーが近づくと、ゲージクラスタ内にある赤色のポリススキャナとビープオンが警告する。またマップにも暗青色で表示される。ライバルにパッシングすると、スタート地点まで競争だと言われ、スタート地点までのレースが始まるが、警察の近くでは、警察が近いスタート地点で会おう、と言われ、スタート地点までのレースは行われない。 本作の警察は過去シリーズと比べかなり執念深く、逃げ切るには、それなりの動力性能を持った車と、テクニックが要求される。クルーズ中は、無用なカーチェイスを避けるため、警察には特に用心しないといけない。特にレース中は厄介である。突如女性警官の警察無線が入り、直後パトカー3台が出現するため、そのまま衝突して、 逮捕ということも起こり得る。制限速度は走行速度の横に表示されている。ただし海外 DLC やコンプリートエディションで入手できる警察車両を使えばスピード違反や交通事故を起こしても捕まることはない。ただし車両通行禁止の場所に侵入すると手配される。は日本語版でのメッセージ特殊装備の能力は 警察にも有効であるため、アグロや EMP で追跡を妨害することができる。街中にこっそりと前述の黄色いドラム缶が、計60個隠してあり、見つけて、そこに車を当てると獲得できる。獲得数が10の倍数になるたびに、新チートがアンロックされる。収集時、購入した車で行うと、車両侵入禁止区域に入ってしまい。 警察に通報されてしまうことがあるため、市場者での収集をおすすめする。前作にも若干異なるが、これとよく似た集め物があり、隠し、ナンバープレートが手に入るなどの隠し要素がある。チート使用中は、キャリアモードが進行せず、賞金ももらえない。ただし、上空視点追加のみ選んだ場合は、例外で、チートなしと同じ扱いになる。 ビーチエリアハリウッドダウンタウンヒルズ南エリアマップや新カテゴリーローライダー SUV を含む新マシンや新ミッションを含むダウンロードコンテンツサウスセントラルシティパック及びサウスセントラルアップグレードパックが PS3 版は3月25日 XBOX360 は3月30日に配信されたランエボスや DB9 等の一部車種は デリバリーミッションのみで使用できるが、現在は150円で、マシンパックとして販売され使用可能になっている。なお、ダウンロードコンテンツがセットになった廉価版が、北米で2009年10月12日に、欧州で2009年11月20日に発売された。日本でも PS3 版の廉価版が2010年5月27日に発売され、 それに伴い、プレイステーションストア内の同ゲームのダウンロードコンテンツが半額になった。2011年5月に配信終了。2011年12月15日、ロックスタークラシックス版の発売に合わせ、ダウンロードコンテンツが配信を再開した。2018年6月7日から、XBOX1 の介護官機能に対応可能となり、2020年には、 Xbox One ストアでコンプリートエディションが販売を再開した。ありがとうございます。